皆さんこんにちは。寄せ木細工をご存知ですか？寄せ木細工は日本を代表する雑貨です。からくり箱や秘密箱などが有名ですね。それでは紹介していきます。寄せ木細工は様々な種類の木材、色合いを組み合わせ模様を描く木工技術です。江戸時代約300年前から受け継がれています。日本においては神奈川県箱根の伝統工芸品として有名ですね。小物入れ、箸置き、フォトフレームなどは日本の家庭でも使われていることがありますので、皆さんも見かけたらぜひ使ってみてくださいね。